小林隆之、どうなの？今回の裏金事件の実態解明について伺います。例えばですね、国会の政治倫理審査会では、自民党も含めた全会一致で、当事者の方々出席を求めていますが、出席しないでいる方がほとんどです。今この会場にもいらっしゃると思うんですが、小林さんを応援する方々の中にも該当する方がいらっしゃると思います。新たな自民党に生まれ変わるとおっしゃっていますが、これまで、説明に後ろ向きである党内の現状についてどう考えているか教えてください。また事件では経緯や首都などまだまだ実態解明がわからない部分があるとは思うんですけれども、当事者の説明責任や、実態解明は十分だと思うのか、もし、不十分だとすれば今後どのように実態解明を進めていくべきなのか、例えば再調査を行うつもりはあるのかどうか教えてください。ご質問ありがとうございます。まず原則は一人一人の政治家が自ら説明責任を果たしていく、これが原則だと私は思っています。その上で今再調査の話もございましたけれども、本件については私もこの実態が正直よくわからない、そういう思いはあります。ただその中でこの権限を持っている検察当局が調べる中で、今回こう起訴という処分になっていると、そうした中でそうした検察のような権力権限を持たない自由民主党が調査をするというのも私は一定の限界があると思うんです。ただし新たな事実が出てきた場合には当然党としての調査を考えるということだと考えています。裏金犯人は自首させますって言ってほしかった。